はい、どうも、エンタのゲーミーザボックス。今回はこちらのお袋たちを紹介していきたいと思います。過去最大量買ったんじゃないかって思うぐらいです。はい、ということで、今回はですね、買ってきたものを紹介するやつ動画の、第17段目ぐらいかな、ということでやっていきたいと思います。今回は2019年7月に購入してきたものを紹介することで、今回買ってきたのはブックオフですね。まずブックオフ、そしてここの真ん中の 2袋、これは駿河屋で買ってきたものですね。駿河屋神戸店で買ったものと駿河屋三宮店で買ってきたものです。そしてこっちが古本市場ですね。古本市場で買ってきた2袋っていった感じになります。ブックオフ2袋、駿河屋2袋、古市 2袋という感じで、なってますんで、多いです、量が。今回7月もう過去最大量を買ったんじゃないかっていうぐらいね、今回も紹介していきますが、まあ多分これもこの量なので、もうなんなら全中高と、3部作構成で紹介した方がいいんじゃないかっていうところでね、ブックオフ編、駿河屋編、古市編っていう感じでやっていこうかなという感じで、やっていきたいなと思ってますんで、今回も長くなりますが、ぜひともお楽しみください。じゃあやっていきましょう。はい、ということで今回はですね、前編ということでブックオフ編からいきましょう。ブックオフあんま買ってないので、今回一番短いと思います。第1回はね。前編が一番短いというスタイルになるかもしれないですけど。2袋紹介していきましょう。まずは1袋目からいきます。1袋目は3点購入してますね。まずは1点目、こちらでございます。ドン。はい。名探偵コナン3人の名推理。アイア・ヘイジがコナン顔負けの名推理を展開ということで。まあ3人の名推理っていうからやっぱね。この2人がしっかりとね、活躍するんでしょうというところですね。そしてコナン君も参加するよというところで、3人の名スリーがこう展開していく、そんなストーリーになってるみたいです。愛の事件、平治の事件、そしてコナンの事件、これらの事件にはあの、黒ずくめの組織との関係が、関連性が、とさあ3つの事件の謎を解いて組織に迫れ、テレビシリーズの脚本家が担当した本格シナリオ、主人公の目線で変化する画面アングル、おなじみ声優陣による完全フルボイス、臨場感あふれるプレイが楽しめると、さあ操作開始だということで、フルボイスみたいですね。フルボイスで遊べるメモリーカード1ブロックのプレイヤー1人の、推理ゲームですね。アドベンチャーゲームになります。はい、ちょっとこの蓋が折れてます。蓋が折れてます、この先っちょがこの中に入ってます。この蓋の先っちょ、とっさきが、蓋のとっさきがここに入っちゃってます、なので蓋がうまいこといきませんけど、全然いいです。ちなみにこれ購入価格500円でしたね。はい、購入価格500円、3人の名スリーが500円で楽しめます。はい、ということで、今回も、灰原と、そして服部が、そしてコナンが、3つの事件を解決していくっていう感じになるみたいですね。ストーリーリンクシステムということで、まずは灰原、そして、服部の事件を解決したら、今度はコナン君の事件にリンクしていくという感じみたいですね。はい、まあ、操作方法等々、めぐれケーブルのその、操作の心得も見つつ、楽しめるといった感じになってるみたいです。はい、灰原の、事件は謎の古文書事件だそうです。はい、謎の古文書事件があってのその、服部の異国灌漑殺人事件があるみたいです。服部の異国灌漑殺人事件があって、そしてコナン君の、追憶の宝物事件だそうです。基本的にはこの、コナン君のその映画のタイトルはこうやって追憶の宝物とか買ったら、なんちゃらフェス、なんか英語で言うっていうね。英語で言いがちなんですけど、もうこの事件に関してはもう追憶の宝物事件だそうです。はい。
まあ、こんな感じで、多分プレイステーションとしては2作目になるのかな、これは。なんかよくわからないですけども、コナン君のゲーム結構出てるのでね、なかなかその何作目なのか難しいんですけど、多分これで2作目だと思います。名探偵コナンっていうのがまず1作目に出てて、それがこれが2作目だと思います。3人のメスリーがだと思われるんですけども、まあ、これを500円で購入してきました。ちょっと蓋は壊れてます。はい、続いてはですね、プレイステーション2のソフトですね。はい、プレイステーション2ソフトを紹介していきましょう。まずはこちらでございます。はい、ワクワクプライスレスキューヘリエアレンジャーというゲームですね。はい、ちょっと反射してますけど、こういう感じ。はい、レスキューヘリエアレンジャーというこういうゲームを買ってみました。ワクワクプライスでした。お値段500円でした。大空の向こうに助けを求める人がいる。2001年に発売されたエアレンジャーが低価格となって再び登場と。ヘリ、そしてさまざまなマップをプレステ2の能力を限界まで引き出し、美麗に再現してます。美麗にヘリの世界、街並みを、表現しているということで、救助スタッフを降下させ、沈没船から避難、被災者を救助、サーチライトを装備して雪山での遭難者を捜索、消防スタッフと連携し消火ヘリで、火災を鎮火せよ、防衛庁開発協力によりコックピットから外観エンジン音まで完全再現しているそうですね。そんなアドバイザーの、航空軍事ジャーナリストさんも参加しているみたいです。はい、エアレンジャーになれますよ。これでこのゲームさえあればエアレンジャーになれます。はい、まあ、操作説明は結構複雑そうな感じはしますけどもね、一応コンフィグはできます。そしてまあいろいろ画面の見方を見つつ、こうなんかいろいろやっていくんでしょうね。ミッションをこなしていくという感じみたいです。さらにレスキューヘリエアレンジャー2の案内も来てますね。はい、エアレンジャー2の案内も来ております。ビギナーズモードっていうのもあるみたいですね。これで練習できるのかな、ヘリの操作。ゲームのヒントも書かれてます。はい、でヘリの紹介ですね。実績データもかなり細かく書かれています。ここら辺はすごいよくできてますね。そして監修された先生ですね、青木先生のヘリコプター講座があります。ヘリコプターどうして飛ぶのとか、ヘリコプターどんなところで活躍するのとか、なぜ2つの回転翼があるのとか、ヘリコプターの速さってどれぐらいとか、いろんな疑問にお答えしております。2ページにわたってなんなら3ページにわたってです。3ページにわたってのそのヘリコプター講座が続きます。はい、そんな感じになっております。3本目紹介していきたいと思います。プレイステーション2ソフト、こちらでございました。はい。どっかで見たことある。レスキューヘリエアレンジャー2ワクワクプライス版でございますね。はい。こちらはちょっとワクワクしなかった価格なんですけど、980円でございました。まあ、せっかくなんでね、エアレンジャーを買ったので、2も見つけたので買ったという感じですね。エアレンジャーの2でございます。まあプレイ感覚としては多分同じなんでしょうけど、2002年、こっちが何年だったっけ、2001年に発売されたエアレンジャーで、これが2002年に発売されたエアレンジャー2の、再販版ということですね。低価格となって再び登場です。初めてエアレンジャーを見たのは父親との、登山中に遭難した時だった。寒さと不安でいっぱいだった俺は陽気で力強いレスキュー隊員に救われた。この時俺はエアレンジャーに入隊することを決意したんだ。災害や人災で苦しむ人々を今度は俺が救助するんだということで、あの時救われた少年が今エアレンジャーとなってみたいな、そんな感じのことでございますね。説明書の方は、あ、今回もアドバイザー青木さんですね。青木さん今回も登場です。はい、まあ、各説明、操作説明も早分かり解説書になってます。操作説明が早分かり解説書になってます。あ、もう、あの、図を元にして教えてくれますね、やり方をね。
まあミッションの流れとかいろいろ書かれてますね。ミッションの種類、さらには機種紹介ですね。今回はちょっとあの詳細データがあんま載ってないんですけど、ヘリの詳細データが載ってませんけども、攻略のヒントもちょっとだけ載ってます。さらにゲームのヒントも書かれてまして、青木さんのそのヘリコプターのその紹介、その、 あの質問 Q&A スタイルはないです。青木さん Q&A なし青木さん Q&A はないですけども、980円でございました。はい、ということで今回この店で買ったのはこの3本でございますね。さあ続いていきましょう。続いてもブックオフですね。ブックオフ編に袋目いきます。こちらでも3本買いました。3本紹介していきましょう。まずは1本目でございます。1本目はこちら、はい、名探偵コナン暁のモニュメント。やっぱこういう感じですよ。この英語を使う感じ、このタイトルの副題をちょっと英語を使う感じ、これをねちょっと楽しみにしてたんですけど、さっきの3人の名探偵はなかったですもんね。そういうのがね、これぞコナンですよ知らんけどね、コナンのお前何を知っとんねんって言われるけど、これぞコナンなんですよ。で今回箱付きで買いました。箱付きで、980円でございましたね。はい、980円箱付きで購入、推理アドベンチャーゲーム一人用でございます。裏目を見ていくと、すべてはこのマンションから始まったということで、なんかあの今やってるドラマのあなたの番ですみたいな感じなんでしょうかね、ようわかんないですけど、ヒットリンクシステムとファクタ、証拠で、事件に迫る本格推理アドベンチャーだそうです。はい、事件解決は君の頭脳にかかっているということで、それはもうシリーズ 共通やと思いますけどもね。はい、開けてみましょう。はい、ちょっと箱はボロい感じはしますけどね、袋もなかなかの折り目がついて、説明書もついてまして、クラブニンテンドーも入ってますよね。はい、さらにはハガキも入ってますね。はい、ハガキも入ってました。説明書はまずは、はい、一通の招待状から始まる暁のモニュメント、まあ、マンションを舞台とした、アドベンチャーゲームになるということですね。難易度も選択できるみたいです。イージーモードはノーマルに比べ各パート内での制限時間の減少が少なくなる。難易度の違いによりストーリーが変わることはないけども、制限時間が、長くなるということですかね、そういったことみたいです。制限時間があるんだっていうところですね。さらにはランクがあって、各シナリオの評価があるみたいですね。なんかそんな感じになってるみたいです。定時パート、ファクター、なんか、証拠を突きつける的な感じなんでしょう。まあ、この頃、ちょうどゲームボーイアドバンスで言ったら、逆転裁判とかが流行ってた時期なんで、まあ、そういった感じのちょっとその要素が入ってるんでしょうね。と思われます。捜査深度、調査パートでは調査深度があるということみたいですね。なんかいろいろ結構細かく、推理の深さをこう楽しめるっていう感じなんでしょうかね。はい、ショップもあるみたいですね。なんかコインを集めてなんか買えるんでしょうか、よくわかんないですけども、ミニゲームはやっぱり収録されてるっていう感じですね。そしてキャラクター紹介が一番最後にやってくるということで、江戸川コナン工藤新一という最大のネタバレをここに持ってくるということでね、そんな感じになってます。園子ちゃんも出ます。園子ちゃんもちゃんとした感じで出ます。はい、横溝さんも来る横溝さんもおるよということで、あとはゲームオリジナルキャラクターがこうずらーっと並んでます。結構な人数、出てきますね、そんな感じになってます。はい、そんなコナン君暁のモニュメントですよ。はい、カセット自体は、はい、問題なし、めちゃくちゃ綺麗ですね。刺し傷ぐらいしかないです。まあここはまあコナン君とランネちゃんでしょ。そしてこうすると横溝
横溝毛利がおるっていうね、横溝毛利という謎のこの取り合わせ。まだコナン君ランちゃんはまだわかる。なんで横溝毛利なんよっていう、小五郎なんよと、横溝小五郎なんよっていう、その取り合わせの謎がね、解けないまま、頭を使って謎を解け言われている、その謎は解けないまま、とりあえず暁のモニュメントでございました。はい、続いていきましょう。2本目です。続いてはプレイステーション2ソフトでございますね。はい、こちらでございます。はい、バイオハザードアウトブレイクファイル2ですね。はい、こちら購入価格500円でございました。はい、ということでバイオハザードアウトブレイクっていうのを前回買いまして、前回やったかな、前々回やったと思いますけども、こちらですね、バイオハザードアウトブレイクの1、これを購入しまして、2も買いました。まあ一応これオンライン対応って書いてあるので、僕はオンライン専用やと思ってたんですけど、オンライン対応なので、多分普通に一人でも遊べるんでしょうというところですね。もう一度あの闇へと書かれております。ちょっと反射で見えない。8つのドラマが死者の街で交錯するということで、慎重に大胆に新規アクションで挑め、さらには想像を超えた敵、息を呑む展開が待ってるみたいです。ネットワーク環境がなくても遊ぶことができますとしっかり書かれております。そして説明書が分厚いんかな、結構重いんですよこのパッケージがね、意外と重いんですよ普通。説明書プラス映画ですね、映画の案内、これは、バイオハザード2アポカリプスの案内ですね。9月11日に上映ですよと。あれから36時間、街は感染し尽くしていたということで。ミラ・ジョボビッチがね、ミラ・ジョボビッチがいます。そして、バイオハザードの1が、ザ・ストーリーズか。バイオハザード1じゃないですね。バイオハザード・ザ・ストーリーズ。これがフォーマー。当時の、あれですね、ガラケーのあの感じで。楽しめますよという案内がありますね。そして説明書がかなり分厚いです。55ページもあります。まあゲームの進め方、ゲームの目的、シングルプレイでのゲームのその進行具合、進行方法、各アクションの説明もかなり詳しく載ってます。さらにアイテムの使い方まで、協力アクションの方法等々も書かれてますね。マップ画面の読み方も書いております。かなり詳しく書かれてるっていう印象ですかね。キャラクター紹介もされてますね。やっぱりこれ知ってるキャラクターいないんでしょうかね。やっぱり私の知ってるキャラクターはいません。まあいろんなキャラクター、8人のキャラクターを操っていくという感じですね。はい、そしてまあここら辺はオンラインの説明ですね。オンラインのどういった感じでやるのかというネットワークサービスの案内、そして攻略のヒントも出てます。はい、こんな感じになっております。そしてブックオフ編最後に紹介するやつ3本目、紹介してみたいと思います。続いてはこちらでございます。はい、マリオ&ソニックアットロンドンオリンピック、こちら購入価格1280円でございました。はい、マリソニのロンドンオリンピックの方です。でこの後なんかのソチかな、ソチオリンピックが、Wii U の方で出てますね。ソチが出て、リオが出るという感じですかね。そんな感じでなってますけども、まあ、とりあえずロンドンオリンピック Wii では最後の、マリソニですね。マリオとソニックがオリンピックを舞台に共演ということで、ロンドンオリンピック正式種目21種目を収録しています。シンクロナイズドスイミング、サッカー、馬術、バドミントン、リボン、新体操ですね。さらに自転車とか21種目を収録してまして、さらにドリーム競技も収録しています。こんなんあったらいいなっていうような競技みたいなのも出てます。ドリームホッピング、さらにドリームハードル、既存のオリンピック競技を大胆にアレンジしたシリーズならではの競技、それを4人で最大4人で遊ぶことができるということですね。はい、クラブ任天堂とディスクの取り扱いの注意書きが入っておりまして、
説明書は薄めですね。薄いです。割と薄いです。21種目入ってる割には薄いです。はい、ロンドンフェスタ、なんか遊び方もいろいろあるみたいですね。普通に遊ぶだけではないみたいです。ラッキースクラッチ、レコード機能、なんかいろいろありますね。各種目の説明は全くないですね。うん。各種目、どういった種目が収録されてるのかなとか見ようと思ったけど、全然書いてありませんでした。はい。ということで、マリオ&ソニックロンドンオリンピックでございました。はい。ということで、この店舗ではこの3点を購入したという形になります。ということで、今回ブックオフで買ってきたものはこういった感じになっております。やっぱコナンスタートで、あとはプレセ2とかのこのディスク系が並ぶという形ですね。はい。これ、こういうスタイルで買ってみました。まあ、個人的に楽しみなこのレスキューヘリエアレンジャー。これ1と2を見つけたのでなんとなく買っただけなんですけども、なんか意外と面白そうですね。しっかりと、その、しっかりとした人が監修についているので、これはなんか、しっかりとレスキューできるんじゃないかなっていう気持ちになります。うん。あとはコナン君のこのシリーズですね。ちゃんとしたこれ推理物みたいなんで、そこら辺もちょっと楽しみでございます。はい。といった感じで、ブックオフ購入編でした。次回は、古本市場編でいきましょう。古本市場で購入してきたものを紹介していきますので、また次回も続きをお楽しみください。ということで、中編。古市編お楽しみにということで今回ご参りしたいと思います。よければ評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。